はい、こんにちは、タカです。今回はエリオット波動について少し触れてみたいと思います。で、初めに言っておくと、僕はエリオット波動、これ使っているわけではありません。ただ、このエリオット波動には波というね、概念が存在するんですけども、これが相場を見ていくのに、すごくわかりやすいポイントにはなってくるかと思いますので、そこを説明するために、まずはエリオット波動に触れてみたいと思います。この相場の世界のことを少しでも勉強したことある方は、エリオット波動聞いたことはあるかと思います。そんなに難しい理論でもありません。本当にね、10分20分、ウィキペディアを見ていただければもうすぐにでも理解はできるかと思います。ただ僕はこれを暗記する必要というのはないと思っていて、大事なのは戻りの高値や押し安値、こういったところを抜くことができたかどうかというポイント。こういったのを見ていくと自然とね、エリオット波動からダブルトップ、三尊天井、そういったものまで見えてくるようになります。今回はそのあたりを話していければいいかなと思っています。まずはこのエリオット波動の原則から見ていきたいと思います。まず原則としてエリオット波動は上昇が5波、1波、2波、3波、4波、5波ですね。こういった5波の流れに対して下降が3波、1波、2波、3波。これが一つのセットと考えるんですよね。そしてまずはこの3波。この3波が一番短くなってはならない。これは一つの原則ですね。次に第2波ですね。この第2波というのが1波目の S 値を割ってはならない。これも重要な原則ですね。最後に1波目の高値。この高値が4波目の安値。これを割ってはならない。これもとても重要な原則になります。こういった風に聞くと難しいかもしれませんけども、言い換えればね、こういったトレンドを見ていく際には、直近の S 値を割っちゃダメだよということですよね。1波目の S 値を割ってしまったらそもそも上昇の波として見ていくことはできません。この4波目の押しに関しては、今まで壁になっていたところが今度はサポートに変わる。これ普段から僕ね、よく使っているフレーズになりますけども、こういったところの攻防というのは起こりやすいですよという話ね、まあ毎日のようにしているかと思います。エリオット波動の原則みたいな話をしていますけども、決してそういったものを覚える必要はなくって、こういった波を捉えていこうと思った時に安値を割っちゃダメですよ。今まで壁になっていたところは今度はサポートとして意識していきましょう。そういったところを抑えていけば、別に原則どうこうという話はね、覚えていかなくても波の把握はできるかと思います。次に、この5波の後は調整の局面が待っていますよという話をするんですけども、これも別に思えなくてもね、今までの原則を当てはめればいいんですよね。戻りの高値。こういった今まで壁になっていたところが、今度はサポートになるかもしれない場所ですよね。そういったところを割っているわけですから、エリオットどうこう関係なくね、こういった売りの流れは警戒しないといけない場面ということになりますよね。今度は下落の波を見ていくことになるわけですけども、重要なのが戻りの高値。これ抜いてしまったらね、下落にそもそもならないですよね。ならば、まあこういった局面でショートを見ていくんであれば、この高値抜けたらどうするかというのはちゃんと考えないといけない。下落局面と見てショートをしたのが下落局面ではなかったという決着がつくわけですからね、ポジションがどうしないといけないかというのは、まあいろいろ考えるべきポイントは出てくるかと思います。そしてこの下落の局面を成立させるためには、少なくともこの安値を割っていかないとこれ波にならないですよね。ここで反転、下落の流れを見ていくんであれば、このサポートを割っていく形というのを想定していくことになります。これがまあ上昇5波、下降3波の流れを見ていくということになるんですけども、これを理論で考えるから少し難しく感じると思うんですよね。では何を見ていけばいいのか。まず一つはこの高値を抜けたかどうか。これが一つのポイント。もう一つはこの押し安値を割っていないかどうか。これも一つのポイント。あとはまあサポートとしてね、今まで壁になっていたところが今度はサポートになっているかどうか。こういったところも合わせて見ていけば、他のことはそんなに難しく考える必要もないんですよね。例えばここね、よく見ていただくと3ゾーンになっていないですかね。1つ、2つ、3つ、3つの山ができています。そしてネックを割ったら反転が見えてくる。エリオットで見ていけばね、上昇5波が終わって下降3波、この3波目がサポートを終わったことで波が反転していくという形。別にエリオットを知らなくても、3ゾーンを知らなくても、波の反転はね、こういった高値安値を見ていけば見えてくるということになります。じゃあ一番大事なのは何かというと、この波を捉えることができるかどうか、高い安をしっかり把握することができるかどうかに尽きるかと思います。今回ね、このあたりは3ゾーンとして見ていきましたけども、エリオットの方を学んでいくと、この5波目の動きが3波目の高値を抜けないという形、これも紹介されています。ウィキペディアによると、これをフェイラーと呼ぶそうですけども、僕はこれ知りませんでした。本当に今知ったんですけどもね、ただそれを知らなくても、1波、2波、3波、4波、そして5波目が高値を抜けない。そして下降3波、1波、2波、3波、こういった流れを見ていくと、
ここを見ていただければ、みんなが知ってるダブルトップですよね。こういったフェイラーという現象が起これば相場の転換点となる可能性が高いと、そのようにも書かれているんですけども、そんなことを知らなくても2回高値を試して抜くことができなかった、ダブルトップというのを意識していけば、まあ、そもそも反転の可能性というのは頭には残りますよね。ただ僕はこのエリオット波動というのは、細かい理論に関してはともかくとして、相場の方向性や流れ、環境というのを理解するにはすごくわかりやすい考え方だなというふうに思うんですよね。もっともっと深掘りをしていけば、例えばエリオット波動というのは、フィボナッチと、すごく深い関わりがあるんですよね。そのあたりを学んでいけば、また違った発見もあるかもしれませんけどもね、今回に関してはそこは置いておいて、この波動を捉えようと思えば、高値の更新があるかどうか、サポートを割っていないという形があるかどうか、そして今まで壁になっていた場所が今度はサポートになっているかどうか、この3点だけを捉えていくだけでも、波というのはしっかり見ることはできますよというところをね、話をしたかったんです。では最後に、実際のチャートで見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。今回は完成されたチャートに線を引いていきますから分かりやすいんですけどもね、ただ実際は動いているチャートに線を引いていかないといけないということで、まあそこが少し難しい部分ではありますよね。例えば今ここをね、一波目の流れで見ていきますけども、この瞬間というのはここが高値になるかどうかなんていうのは分からないわけですからね。じゃあどういったポイントで見ていくのか、この押し安値を割ったということで、まずはこれを一波目の流れとして見ていきます。ちなみに今回はこの下落の流れを見ていきたいと思います。今1波目の流れが終わって調整の戻りですね。これが2波目の流れになります。そして次が3波目の動き、押し安値を割っていますから、このトレンドの継続を見ていくことになります。その後調整が入っていますけども、この4波目が1波目の安値を抜いています。ここでね、エリオット的には少しアレとなるわけですよね。4波目の調整波は1波目の調整の高い層を抜いちゃダメなんですよね。今回も抜いていますから、エリオット的にはこれはもう下落ではないんですよね。なので、ここで少しアレとなるわけですけども、わからないのはそのまま置いておく。そうすると次の流れが見えてきます。この2波の戻りの高値、この高値を抜けなかったという決着がここで出ています。そして押し安値を割っていますよね。つまりこの辺りの動きをエリオット的に捉えようと思えば、高値から1波目の下落、そして2波目の戻り、3波目の下落。このように考えていくわけですけども、ただ少し難しいですよね。そんなに難しく考えなくてもね、高値、安値、そしてサポートされていた場所、この3点を意識していけば、波というのは捉えることはできると思うんですよね。今回であれば、押し安値を割っているということで、目線は下。これがまず最初の動きですね。1波目の動き。これはもう共通していると思います。2波目で戻り。戻りの高値を抜いていない。そして押し安値を割ったことで3波目の動き。そしてこれ戻りが入りますけども、ここで問題がね、今までサポートされていたところを抜いちゃうんですよね。ここが少し相場としては難しい動きだと思います。ただこれもシンプルに考えれば、戻りの高値は抜いてないですよね。ただ当然こういった今までサポートされていたところは抜いているわけですから、強いトレンドも決してないわけではないです。だからこそここに小さな上昇トレンドが見えてきたりもするんですよね。この環境はね、下落の流れも見ていける、上昇の流れも見ていける、すごく難しい場面ということになります。そして今回はこの青いトレンドが崩れますよね。押し安値を割ってしまったことで、この青いトレンドは崩れてしまいます。ではピンクのトレンドはどうかというと、戻りの高値は抜いていない。原則はしっかり守ってますよね。このサポートされていたところを抜いてしまった。だからこそこういった短期的な青いトレンドも生まれてしまっているんですけども、難しい相場にはなってしまいましたけども、最終最後戻りの高値を抜けなかったことで、このピンクのトレンドを継続して見ていきます。1波2波3波4波5波目の流れになります。僕はそもそもエリオットで見ていませんからね、波の継続というのは高い S を見ていけばいいのではないかなと思っていますから、これが5波だろうが10波だろうが、高値を抜けなければそのままトレンドの継続は見ていきます。さっきエリオットで見たのは1波2波3波ですね。どっちにしてもこの下落のトレンドの継続は見ていくわけで、見方は同じですよね。はい、少し時間を進めます。ここが3波目の動きになっているところですね。僕がカウントしている波に関しては5波目ですかね、同じところを見ています。今回これ戻りが入っていますから、これ6波目の戻り、エリオットで見ていけば4波目の戻りになります。
エリオットの波で見ていけば1波目のこの動きですよね。で2波目3波目という形になりますから、この1波の押し安値、これを抜いてきちゃダメなんですよね。まあ少し抜けていますけども、このあたりはちょっとざっくり見てもいいと思います。現状はまだ抑えられたと見てもいいと思いますので、このエリオットは生きていると見ていいんじゃないですかね。ならばエリオットで見ていけば、次は4波目からの推進波、5波目というのがあるんではないかというのがね、エリオットで見たこのユーロドルの動きだと思います。ただこれもそこまで難しく考えなくてもね、戻りの高値はここになります。この高値抜けなければショートを見ていく。その過程において今までサポートされていたところというのはやっぱり重要なポイントにはなってきます。同じようなところで頭を抑えられた、抜けないという形が出てくるんであれば、次は6波目ですか。そして7波目と。まあカウントはね、僕はもうどこまで行ってもいいと思っていますんで、僕の中では数字は重要じゃないんですよね。重要なのは高値安値を抜いてくるかどうか。今回この結果というのがどうなるかは分かりませんけども、波動をエリオットで見ていこうが、こういった波の高安で見ていこうが、ポイントというのはそんなに変わるわけではないんですよね。例えば今回この下でサポートもしされたとします。そして反発したらどうなりますかというところで、当然ね、今までサポートされていたところをもう一度取り返しているわけですから、そばのはもうすごく難しい。もちろんこれ下も割っていませんから、今度は上昇トレンドも見ていくことになります。あくまでこの大きな枠の下落の中での値動きになりますけどもね、まあ、それはこの辺りの動きと同じですよね。重要なのがこの高値を抜けてくるのか、サポートを割ってくるのか、そういったのがポイントになってきます。すごく難しい局面ということになりますけどもね、これをエリオットで見ていけば、5波目が安値を抜けなかった、フェイラーでしたかね、そういった形から波の反転を見ていく。見方は同じなんですよね。安値を2回試して抜けなかったという結果から、短期的な上昇トレンドを見ていくのも、フェイラーからの反転を見ていくのも、見ているポイントはもう同じということになります。ライブの方をさせてもらっている時に、このエリオット波動についての質問本当によく受けるんですけども、僕はその質問に対して、そんなにエリオット波動についてね、細かくは見ていませんよという話はしているんですけども、ただこの波動を完全に無視しているというわけではないんですよね。むしろこの波動というのはものすごくしっかり見ています。ただそれを理論に当てはめてガチガチに見ているわけではなくって、波の基本というのはやっぱりこの高い安なんですよね。高い安を抜けてくるから波の反転が見えてきたり、波の継続が見えてきたりするんで、理論がこうだからこう考えると、理論に当てはめてチャートの方を見ていくわけではなくって、本当の原則の原則、高い安を抜けてくるかどうか、その一定に絞ってチャートの方を追いかけても、環境というのをしっかり捉えることはできるんじゃないですかというところをね、見ていただきたいんですよね。理論に当てはめて考えるんではなくて、IT にしているのは目の前のチャートです。こういった波を捉えるってね、まあ、シンプルなようですごく難しいですよね。だからこそ難しい理論に当てはめるんではなくて、極力シンプルに判断をしていく、そういった考え方もあってもいいんじゃないかなと思って今回話をさせてもらいました。あくまで僕はという考え方ですんでね、何かしら気づきやきっかけ、参考になれば嬉しく思います。今回はエリオット波動について少し話をさせてもらいました。以上になります。ありがとうございました。